宅配を受け取る時の注意。今回言うのはうちから来た、まあ、中が私ら家族しか触ってないっていう荷物の時の話なので、通販とかで買った荷物っていうのは結局中身も不特定多数の人が触っているので、そこの辺はきちんと考えるように。そうじゃないと本当は危ないのに油断したり、そこまで心配しなくてもいいのにむやみに心配したりして、もう疲れてしまうのでね、ボールペンは自分のボールペンを使ったらいいと思うよ。エヴァにちょっと下がってくれる？ちょっと下がってくれるかな？ちょっと待って、何にも映らなくなったので、はい、下がろう。ちょっと下がって、エヴァに座れ、そう、いい子、そこで待っててね、待ってね。ボールペンは自分のを使いましょう。で、サインをして、でその時に不潔と清潔の区別をちゃんとする。ウイルスがついているところが不潔で、ウイルスがついてないはずのところは清潔。まあ分からんけどね、ウイルス見えないからね。で一応そうやって区別をして、出てこないでエボニー、エボニー、出過ぎじゃないかな、それはね。もうちょっと後ろ下がろうか。エボニー、ちょっと後ろ下がって、後ろ下がって、よいしょ。そうだね、せめてその辺だね、うん。それでどこまで言ったか忘れたな。ちょっと下がろうか、エヴァに。待っててね、待ってて待ってて。で、何言ってたっけ。そう、それで不潔と清潔だ。で、その左手はもうこう箱に触ってるので不潔ね。で、右手のここは不潔、ここ不潔ね。だけどここは触ってないから清潔、ボールペンも清潔で、サインをしたらここのところが服に触らなければそのままこれをポケットにしまっても構わない。でも自信がなかったら変なことはせずに大丈夫なところへのけて、でここは清潔のままなので開けるにしてもカッターをそのまま持ってもいい。でサインしたと受け取らなきゃいけないので、結局一回ボールペンを置いた後荷物をまあ両手で持つことになると思うね。そうだったね。カッターを持つ前に一回洗ってこないとダメ。一回清潔にして戻してからカッターを持ってきて切る。で、まあ、その小指はこう小指を立ててるんじゃなくて、不潔のところが清潔にこう来ないようにまあ立ててるわけなんだけど、でカッターの刃はまあちょっとだけ出したらいいんで、ちょっとだけ出して切るでしょ。で引っ込めたりしてるとまたこんななったりして不潔になるのが嫌だったら、もう刃は引っ込めずにそのままどっか置いて清潔なとこに。今ちょっと危ないから引っ込めとくけど。でこれでまあ開封ができました。で箱の外側が不潔、内側は清潔で、開けるときはもう手は不潔になるので、そのつもりでしっかり開ける。で開けるときにちゃんと外側不潔、内側清潔を考えて、ベタベタ触らないようにできるだけ外側を持って開けましょう。おむすびほっぺが不潔になったよ。で一回手を洗ってくる。で手を洗ってきたら手が清潔になるから中の清潔のものを出せる。だからこの時に中途半端な開け方をしてると不潔と清潔の部分が狭くなってるので、出す時に不潔になったりすることがあるから、しっかり開けとけとさっき言ったわけよ。ね。そういう感じ。以上。頑張って。